ワークベンチレベル1だっけ。ヒヒリーン2くらい作っとくか。お、ダムちゃん。ヒヒリーン、ヒヒリーン、おこら肉盗んどんちゃうぞい。ヒヒリーン、ポカロ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 。え、これさ、餌箱って拾えんの？誰でも拾える拾える。あ、拾えるんだ。あ、まあでもゲーム内でランキング発表してるからこまめにやってる人たちいるかもな。いっぱいあるしな。あ、早くね、早くね、勘弁してください。頑張って海ファームで遊んだら嬉しいな。勘弁してください。海ファームしてんだ。セミライ売れるで。え？現物？現物でもいいし、素材持ち込みでもいいし。あ、そういうことか。じゃあ、シャカさん、シャカさん、シャカさん。なになになに？シャカさん。なんや。シャカさん、ガチャ好きじゃない？まあ、それなりに好きかな。そうよね、そうよね。ちょ、これ二人乗りやん。ちょ、H の10に連れてってくれん。 H の10に、なんかクソだよって言ってる。違う、なになになに、H の11？ 一回 H の10に行きましょう。 H の12か。12、あの、右斜め前に見える丘の上やね。あ、あれか。ガチャ好きやもんな。ガチャ好きだな。小2からガチャ好きやもんな。おー、これはいはいはい、どうですか、どうですか。おー、これ何これ。これ全て手作りで書いた X スーツガチャ300スクラップ。おー、これ内容コモンレアレア SSR。 え、これ SS 全部手書きです。 R の X スーツが出るってこと？そう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 、 X スーツ、全部 X スーツ。あ、俺金持ってねえやん。今 ATM に全部預けてきちゃった。金持ってないんだ。うわー、貸してくんね金。あー、じゃあ俺ガチャ好きだから。そんな金貸してくんね。デザイン、デザイン一点物やから、一点物やから。じゃあなんか、なんか置いてくか。うん、300スクラップ超える何かくれたら、うん、ちょっと中の確率いじるわ俺。いや、ちょっと俺ほんと今弾と注射器しか持ってない。あ、まあまあまあ、うん、まあまあ、じゃあまあお金ある時でもいいし。そうか、なんか酔った際に気が向いたら。ああ、うわ、これ遠隔やってんだこの店、怖いな。一点物やでな。結構プレミアつくんちゃうかな。SSR まだ出してないからな誰も。マジかよ。本当に入ってんのかな SSR。 出したらエグいんちゃう。入ってないんちゃうあれ。3しか出せないやろな。天井変わるな。え、ちなみにさ、買いましたら天井 SSR 買って。ちなみに出したらさ、うん、なんかあんの、うん、珍しいってだけ。え、だから俺がデザインしためちゃくちゃおしゃれな SSR の X スーツが出てくる。これ天井あるの。ちなみに天井9回回したら確定で出てくるよ SSR。 9回以内に出てくる。まあ運良かったら1回か。まあまあ、ちょ、次、ダルさんいるときに来るわ。金持って。あ、せー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 。ちょっとどうしたん、シャカさん。ミディキャンまで送ってくんね。背中のデザイン。いや、俺、待って、俺も今これ持ってる。俺今死んだと俺。あ、死に立てなんや。そう、死に立て。じゃあ、あの、ちょっくら行ってきます。ごめんね、ごめんね、遊んでるところ。オッケー、行ってらっしゃい。じゃあ、また、またよろしくお願いします。おい、何買ってんだよ、ヘンディ。またね。詐欺だろうが、どう考えても。いやー、口がうまくて。口がうますぎて。もう3枚目だ。
きやしょうぜ、いきやしょうぜ。いくらやしゃかさん。ダルさんか。で、ダルさん、汚ねえ商売で儲けてるしな。実際売るとしたらどのくらいの価値なんだろうな。 5mmBP、 あ、燃料かなんかと交換してもらうか。あ、いや、交換でも何でもハードがあれば。それ着いたらダルさんに電話しようかな。ダルさん電話持ってんのかな。もしも。はい、おいっす、川上です。おいっす、おいっす。あー、川上さん。はい、あの、原油って持ってないですか。海ファーム行ってるって言ってたからいっぱい持ってるかなと思ったんですけど。原油まあ400ぐらいあるんすよ。400、じゃあ原油400と停止燃料どんくらい出せます。400、500。ああ、え、いいのいいの、逆にいいの。逆に、あ、いいよいいよ。で、あ、それで、セミライがさ、どこで出たかだけ教えてくんね。あー、いいよ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 。今さ、ちょっとボス行ってるから、終わったら行くわ、家まで。オッケー、バイー、です。これ、ダルさんっぽくね。服装がダルさんっぽかった。だるまさんですか。ああ、だるまさんです。ああ、オッケーです。ガチャとかやってきます、ついでに。じゃあ料金にガチャ1回分無料もつけちゃおうかな。まあまあ、確かに破格ではあるから、まあまあまあ、仕方ないな。お仕方ないっすね。いいっすよ、いいっすよ。ちょっと大当たり抜かないでくださいよ。やみつきになっても1回までなんでね、ダメっすよ。もう1回とか言っても。言っても無理っすからね。まあまあまあ、1回で大当たり引いちゃうかな。俺今後ろで抜いてんじゃねえだろうな。今んとこ、違う。それ、あの、ガチで真後ろからしか入れんやつ。あ、そうなの。ああ、ここか。これとこれね。ちょっと、あの、特別だよ、お釈迦さん、本当に。本当？ありがとう。オッケー。じゃあ、ちょっと、使わせていただきますね、無料券。はいはいはい、どうぞ。頼め！これ、来い！これ、SSR 出たらエグいぞ！いくぞ、切るぞ。いや、うらっ！おい、来い、ふざけんなよ！おい、これ、おかしいだろ、この台！赤ちゃん！おい、赤ちゃんの方で。さあ、もう一回やらせてくれ。素晴らしい。赤ちゃん。顧問です。なんだこの背中の赤ちゃんって。赤の書き方相当怪しいぞ。おい、右の棒どうなったのこれ。相当怪しいぞ、この書き方。よし、赤さん、もう一回はもう、実費なんで。いや、マジか。実費なんで、こっからは。それで、癖になってもちょっと実費なんで、こっからは。ちょっと他の背中何書いてあるか。え、ヘンディちなみに何て書いてた。ヘンディはね、アイアムザコやね、英語で。まあ赤ちゃんの方がいいか。だったら赤ちゃんはまあ顧問の中では当たりの部類か。いや、まあまあまあ、癖になったら、まあもう一回ジッピー持ってきたら、あの、いつでもやらせてあげますんで。まあ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 ね、まあね、そうだね。いつでもどうぞ。でも実際 SSR どんなんか気になるな。 SSR 出たら出したらいいけどな、これ。いやー、ありがとうございました。